はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。 AirPods 第3世代の発売は7月かということで、まあ進捗のリーク情報に加えて、まあ新しい写真も公開されて、まあリーク写真も公開されていますので、そちらをご紹介したいと思います。そして iPhone 12 Pro Max がベストスマートフォンに輝いたというニュースをお届けしたいと思います。さらに iPhone SE Plus、まあ第3世代の新しいコンセプト動画が出てきましたのでご紹介します。そしてそれに加えて iPhone SE Plus、まあ第3世代の7つの可能性についても詳しくご紹介いたしますので、ぜひ動画の方最後までご視聴ください。また僕はテック好き石原さんというツイッターで最新のテック情報、 iPhone に関する情報とかテクノロジーに関する情報をツイッターで定期的に更新して、まあ、ツイートしていますので、このチャンネルの、まあ目次アジェンダ的な、まあ、テーマを発信しつつ、このチャンネルでそれらのテーマを深掘りしていくみたいな形で、まあ、連携させていますので、どうぞね、このチャンネルに、まあ、ご登録していただいている方は僕のテック好き石原さんというツイッターアカウントもフォローしていただければ幸いです。はい、では本題です。 AirPods 第3世代の発売は、まあ、7月かということなんですけども、 AirPods 第3世代はこの Apple が3月に開催する、まあ当初はね3月23日に発表かというね情報もあったんですが、なくて、で4月で発表されるのではないかという予想の方で、複数のねリーカーがこの画像も交えながら報じておりまして、ここまあ直近、まあ、最新では2021年の第3四半期7月から9月の発売を予想するというね、あの可能性が増えております。この AirPods 第3世代は現時点では AirPods Pro と似たようなデザインにしつつも、まあステムね、ここのステムの部分が短くなって、アクティブノイズキャンセリング機能などはまあ搭載されないとしておりますので、まあ第2世代の AirPods とか、まあ有線充電ケースバージョンとかね、ワイヤレス充電ケースバージョンとかあります。そのぐらいの価格帯でまあ販売されるのではないかという可能性が高いようです。僕も実際こちら AirPods Pro、 そして AirPods 2台持ちなんですが、 AirPods Pro は出先とかね、外出先でよく使っていて、この AirPods についてはもう自宅専用となっていますので、まあ外とまあ室内ということで使い分けをしております。で今回ね、新しい AirPods 第3世代が出たらもちろん買ってみようと思います。ステム部分ね、ここね、ステム部分が、ここのステム部分が短くなったりするので、多少じゃない、AirPods Pro に、より近いデザインということでね、報じられているので、まあそのデザインも含めて、あとね、この装着感も含めてね、ちょっとね、確認したいと思うので、ぜひね、そのね、AirPods 第3世代が、まあ、発表発売されたら僕は購入してみようと思っております。はい、そして iPhone 12 Pro Max がベストスマートフォンに輝きました。これはね、アメリカの雑誌であるコンシューマーレポーツが iPhone 12 Pro Max を2021年のベストスマートフォンに選出したということになっております。これは iPhone 12 Pro よりもたった1万円の差で大容量のバッテリーが搭載。そして大きなディスプレイ、さらに 2.5 倍のズームのできる、まあ今現時点では iPhone シリーズの中でも最高のスペックを誇るカメラを搭載しているということの魅力を評価したとしております。まあ、よく考えたら iPhone 12 Pro と iPhone 12 Pro Max、まあ、大体ね、容量、SSD の容量でちょっと若干値段は変わるんですけども、約1万円ぐらいの差額でそれだけね、スペックアップするなら、まあ、安いのかなと思いますね、やっぱりね。で、そんなこともあって、このね、コンシューマーレポーツは、iPhone 12 Pro Max を、まあ、ベストスマートフォンに選出しているということで、他の、まあ、iPhone 12 Pro Max 以下の iPhone シリーズについては、iPhone 11 Pro Max が85点、そして iPhone 12 Pro が84点、そして iPhone 12 mini が79点で iPhone 12が78点となっております。ちなみにこのコンシューマーレポーツはアメリカの非営利消費者団体のコンシューマーズユニオンが発行する、まあ、月刊誌ということで、まあ、広告ね、
いわゆる広告を一切掲載せずに、自動車とか家電製品などの、まあ、多くの分野の製品とかサービスの、まあ、評価で強い影響力を持っているということなので、この iPhone 12 Pro Max のベストスマートフォンというのはかなり信憑性が高いレビューかなと思っております。なので今 iPhone 12 Pro Max をお持ちのユーザーの方々、ベストスマートフォンおめでとうございます。僕はちなみにね、 iPhone 12 mini なので、ベストスマートフォンではなかったんですが、まあ大きさとかね、カメラはね、やっぱり iPhone 12 Pro Max よりは劣ってしまいますが、まあ、それなりに使っております。はい、そして iPhone SE プラス、まあ iPhone SE 第3世代の新しいコンセプト動画が出ました。これは YouTube チャンネルのザ・ハッカー34が、これね、僕のチャンネルでも以前からね、このハッカー34さんが投稿する、まあコンセプト動画はいくつか取り上げておりまして、いろんなリーク情報をもとに iPhone SE プラスのイメージ動画を制作して公開しています。それがこちらです。このザ・ハッカー34のこの新コンセプト画像、まあ、動画は Apple のアナリストであるミンチー・クオ氏の予想に基づいて作られているということで、このクオ氏は iPhone SE プラスについていろいろ今までリーク情報をまあ提供して、まあ、情報ソースからしっかりと情報をインプットして、それをね、僕たちのようなね、iPhone ユーザーにまあ伝えているんですが、そのミンチー・クオ氏が iPhone SE プラスで今まで報じてきた内容をサクッとまとめつつ、その可能性、7つの可能性について皆さんとね、ちょっと情報を共有していきたいと思います。まずね、一つ目はディスプレイサイズですね。ディスプレイサイズが 5.5 インチから 6.1 インチになるのではないかと言われております。これはね、6.1 インチという可能性が高いと言われています。さらに二つ目がタッチ ID。タッチ ID が電源ボタンね、ここは電源ボタンに搭載されるということなので、 iPhone SE シリーズは全て現段階のね、全て、物理的なタッチ ID が搭載されていますので、新しい iPhone SE プラスでもその物理的なタッチ ID、 iPad Air、第4世代に、搭載されたようなこの物理的な電源ボタンのところにタッチ ID が搭載されるという見込みが高い。そして発売、三つ目は発売なんですけど、発売に関しては、早くても2021年の下半期と言われていますが、現段階での最新のリークとしては、2022年の上半期が濃厚だということで、まあ一番海外メディアは報じております。そして四つ目が、iPhone 11の筐体をまあ活用して、まあ、500ドル、まあ、5万円前半ぐらいで発売されるとしています。この、まあ、筐体デザインについては、iPhone 11か iPhone XR かというところでね、今ね、こう、揺れてるというか、まあ、情報は混在しているんですが、現時点では iPhone XR だったんですが、それが iPhone 11の筐体になるという可能性を各メディアが報じております。そして、リアカメラ、ね、カメラの方は、一眼。まあ、シングルカメラになるという、まあ、情報になって、まあ、状況が伝えられていますので、まあ、トリプルカメラとかね、そういう iPhone 12 とかで搭載されているカメラよりかも、もちろんカメラスペックとかね、性能は落ちてしまうということになっております。そして、6つ目が A14 バイオニックを搭載して、まあ、水滴型のノッチになるんじゃないかなと言われているようです。この A14 バイオニックは、はい、iPhone 12 でも搭載されていますので、まあ、この iPhone SE プラスが2022年に発売されるのであれば、ある意味今は最新なんですが、1年後は、まあ、1つ前の、チップになるので、まあ、搭載される見込みが高いのかなと思っております。そして7つ目が 5G には対応しないということで、これはね、なかなか難しいところでございます。2022年、 5G もあらかたね、まあ普及が進んでいる中で、この 4G モデルの端末を出すということはどうなんでしょうね。 5G のそのモデムをそのiPhone 12は、搭載できるような、ロジックボードっていうか中身になってるんですけども、その iPhone 11とか iPhone XR の筐体を再利用する形だと 5G モデルが搭載されないとかね、まあ、その、構造上の問題があるともされていますので、この 5G の搭載は難しいのかなというところでもあるんですが、2022年、
5G はかなり加速しているとは思います。このね、YouTube も、もう 5G の、あ、違う違う、5G じゃない。4K の動画もかなり上がってきてますので、5G でサクサク見れるような時代になっていると、まあ、時代になる傾向であるので、2022年にこの 5G に対応しない iPhone が発売されるのは、どうなんでしょうね。皆さん、どうですかね。その辺。まあ僕としては 5G 対応しないのはちょっと、僕は買うか買わないかはまだわかんないんですけど、僕的には 4G はもうちょっとかなりゴテゴテ感があるのかなというね、認識はあるんですが、まあ実際僕の今住んでいるこの、まあ田舎町では 5G なんてないですからね。そう考えるとまだまだその 4G 端末の需要はあるのかなとは思ってはおります。実際に僕はあの iPhone 12で 5G、搭載されてますね。どこも契約してます。 5G プラン入ってます。一回も使ったことはありません。はい、ということで今後もこのチャンネルは最新の iPhone の情報や Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。